はい、再びアークの世界へ戻ってきました。続きをやっていきましょう。前回イグチオサウルスをテイムしたんで、イグチオサウルスのサドルを作っていきましょう。よっしゃ、これでイグチオサウルスのサドル作れるぞい。できたね。いたー、こんなところにいた。むしろお前よくこの状態で生きてられるね。シママタもここに置いておくのもちょっとな。これ動けんのだけど、なんかに引っかかってんの。これかもしかして木に引っかかってんの。どうすりゃいいんだ。おーい、オタク、空に飛んでないでさ。いや、これどうすればいい、マジで。ほらほら、動いてくれ。微妙な視線。来ないもん。なんかさ、叩いて飛ばすことができるかな。後ろ下しでいてこうバシッと。困るよねこれね、ほんと。これなんかこうデパート売り場にあるなんか50円とかで乗れるなんかお子様用の遊具に見えるよこれ。こういうのに乗りたいんじゃない俺は。なんかね、引っ張るアクションとかありゃいいんだけど。ほぉ、じゃあこれダメなのかな、この位置を。そこになんかちょっと2つ木が生えてるところ、ここなんだよね。ここ、ここ。いやー、隠れてるわ。え、電気ウナギの調査所。なんていいのこれ。肉食で反応的生態。電球ナギは食物連鎖の中下層に位置し、主に甲殻類や小魚を捕食する水生肉食類である。分かりやすい名前をしているが、実際のところ彼らはナイフフィッシュの一種でウナギではない。多少の肉も採取できないため、多くのサバイバーにとっては無用な生物だ。電気ウナギは多数の捕食者と異なり、力で獲物をねじ伏せるタイプではない。自身の周囲に電流を放ち、昏睡させてから狙うのだ。単体の電力は小動物を気絶させるほど程度だが、群れで電流を放つとき、大型の海洋生物を死にいたしらしめるほどになる。飼育、現時点で言えば電気ウナギの一般的用途は大型の海洋生物対抗用であろう。プレシオサウルスやその他深海の巨大生物を気絶させるのは容易なことではないため、多くのドライブでは群れを率いて応戦している。テイムはできるっぽいね。深海にいるっぽいです。ああ、あったあったあった、遺跡いっぱいあった。あ、この辺なんか見つかまった。ガストロイデスの調査所。ジャイアントビーバー、草食で有効的。カストロイデスは水辺に生息する大型草食哺乳類動物だ。
他の大型ビーバー族と異なり、現代のビーバーと同等な立派なかじり輪を有している。ビーバー族として彼らはダムを建築し、住み家とするが、島の大型生物にしばしば踏み潰されている。かわいそうによって破壊されていない資源豊富なダムの発見は稀である。カストロイデスはこの島がどれだけ危険に満ちているか、どうやら気づいていないようだ。愚鈍なのか気にしていないのか、どちらにしても日々水遊びをし、木をかじって暮らしている。飼育カストロイデスをテイムする価値は彼らの本能にあり、島のほとんどの生物と比べて非常に効率よく木材を収集できる。弱小な体格のため耐荷重量は小さいが、天性の木こりである。カストロイデスのサドルは移動式クラストフォームをつけることができ、移動しながら相手も生成することもできると。おーおーおー、いいことつくめじゃん。1.3 キロか、イカダで行こうか。そこまで肉食の島、しかも最も危険な場所じゃないか、あれ。そんな気がする。はっ、じゃあ公開に行きましょう。シマウマタンで肉食の島へレッツゴー。わあ、立派なお尻が。シマウマタンの脚力があれば、ね、肉食動物も追いかけられまいて。 OK、やってさあ、もうちょいだ。そこのちょっと離れだね、離れの島にあるわけ。一番危険な場所にあるような気がする。あー、もういやらしい。降りたいけどな、襲われる、よしよしよし、巻き込んだ。どうどう、あんたらはアルゲンさんと戦ってればよし。この辺にあるわけでしょ。あたたたたた、ひっひっひっ、脱出せ。今のうちこの危険な島から脱出じゃ。高みの見物と行こうか。あー、ここにもある。わおー、やったぜ。ベールゼブコの調査所、ちょっとね、ここで読むのはやめよう、危険すぎる。これや、おお、結構いかつい顔してるね。目が真っ赤だ。さあ到着した。日記を持っか。ベールゼブホのベでしょ。バビーブーベボ。あとベールゼブホの調査所。肉食で無気力。ベールゼブフォより大きな回廊を見たことがない。強烈に大きく、人間の大人が背に乗れるほどにもなる。しかし彼らの皮膚と唾液には麻酔効果のある分泌物が含まれるため、むやみにまたがらないことをお勧めする。カエルとして当然だが、昆虫を捕まえるのがうまい。長い舌で遠くから掴み素早く消化する。そして昆虫のきちんと口内の化学物質を混ぜ合わせ、特殊な粘液を分泌している。マジで。飼育、テイムしたベールゼブフは奇妙なペットとなる。奇妙なペットには奇妙なライダーがよく似合う。彼らに騎乗する理由は、
特にはないと思うのだが、おそらく一部のサバイバーはそのジャンプ力を認めているのかもしれない。その通り、昆虫は捕獲して有用なセメントペースを作り出してくれる。へえ、へえ、いいこと書いてあるね。うん、